皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙織です。皆さんの身近にはホームレスの方とか、それからアルコール依存症に苦しんでおられる方、また、知的障害を持っておられる方はいらっしゃるでしょうか。周りにいらっしゃらなくても、毎週集っておられる、教会にはそういう方々がいらして一緒に礼拝をされているでしょうか。聖書を見ますと、確かにイエス様というのは、病の方とか、障害を抱えておられる方とか、また本当に差別をされている方々と共に、イエス様は歩んでおられたと思うんですけども、私たちクリスチャンはどうかなと思うと、ちょっと私自身のことをいろいろ考えても反省すべきところもたくさん、あるなと思います。今日はですね、そのような方々と20年以上もの間、共に礼拝をされて、来ていらっしゃいます、神奈川県の川崎市にあります、桜本教会の、伝道師の先生、鈴木文治先生が書いてくださいました、インクルーシブ神学への道、開かれた教会のために、この5本と一緒に本の旅に出かけたいと思います。はい、皆さん改めましてこんにちは。それではスタジオの方にですね、先生が来てくださっていらっしゃいます。先生は、田園調布学園大学教授でいらっしゃいまして、日本キリスト教団桜本教会の、伝道師の先生でもいらっしゃいます。今日は鈴木文治先生にいろいろお話を伺っていきたいと思います。どうも先生、ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、もう番組には、何回か来てくださっているので、いろいろもう番組のことはよく慣れていらっしゃるんだと思うんですけれども。1948年長野県生まれ、中央大学法学部法律学科卒業、立教大学文学部キリスト教学科を卒業され、神奈川県立平塚盲学校校長、神奈川県立浅尾養護学校校長を務めるなど、障害児教育に長年携わってこられた鈴木文治先生、現在田園調布学園大学教授、日本キリスト教団桜本教会伝道師を兼任されています。今日の本の旅、インクルーシブ神学への道、開かれた教会のためには、障害児教育に長年携わり、インクルージョン思想を実践してきた著者が、社会で排除されがちな人々を受け入れる教会の在り方を提示し、私たちの信仰の根本を覆すようなメッセージが込められた必読の一冊です。今日はまた新しい5本について伺いたいと、思います。でその前にですね、今日、初めてこの番組見たという方もいらっしゃいますので、先生のまた信仰のことも伺いたいんですが、鈴木先生は教会に通い始めてから洗礼を受けるまでに8年間ぐらいを要したということなんですけども、イエス様を受け入れた いきさつとか、その8年かかってしまったどんなことがあったのかとかっていうのをちょっと教えてください。はいはい、私が生まれて初めて教会に通ったのは、高校3年生の時です。今から50年ほど前になりますけれども、その当時はですね、大学では学園紛争の真っ最中で、大学だけではなくて社会の在り方に対して若者が、声を上げるという、そういう時代でした。そういう中で自分の生き方だとか社会の在り方を考える、そういう中で、哲学だとか宗教に非常に強い関心を持っていった、ということになります。で、大学に出てきて、川崎に住んで川崎の教会にずっと通っていたんですけれども、どうしても洗礼を受けるには至らなかった、ということです。それは今から思えば、当時実存主義という哲学が非常に流行っておりまして、実存主義は主体性の真理という言葉で、自分が全ての主体として物事を判断をしていく、そういう、哲学的な考え方が根っこにありまして、結果的にその神が誰であり、本当にイエス様が救い主であるのか、こういったことについて自分が判断をするということがなかなかできなかった、ということです。その後、今の桜本教会に行きまして、そこで藤原牧師という牧師に会って、バルトの神学を勉強するようになりました。でバルトは人間が中心に物事を考えるのではなくて、神の術語として自分を、人間を考える、こういう考え方になるということで、
言ってみれば哲学から神学への転換ということになりますけれども、はい、それで自分が今まで追い求めてきたものが自分がもうすでに神に捉えられているんだということを確信を持ちました、はい、それでその確信を持った時にですね、はい、私は大学を出て3年間石油会社で働いておりましたけれども、うん、はい、石油会社を辞めて、はい、まあ、伝道者になろうと、はい、そういう思いで、神学校に通うようになったということであります、はいはい、そうすると、それが足掛け8年そういうことになりますということになるんですね、はいはい、実はバルト神学は私もとても難しか私にとっては難しかったんですけども、神学校時代にやはり神学生みんな本を読まなきゃいけなくて読んだ記憶があるんですけど、じゃあ、先生が、まあイエス様を、知る、そして、イエス様が本当に救い主だというその、まあ、契機というかきっかけになったのはバルトの神学に出会われたことが、はい、ということになります。きっかけになったんですね、はい、なるほど。それで今回のこの5本はインクルーシブ神学への道ということで、このインクルーシブという言葉を私初めて聞きますという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思っているんですけれども、まあ、その今回のこの大きなテーマとなっているインクルージョンという言葉についても、はい、どのような意味なのか具体的に教えていただきたいと思います、はいはい、インクルージョンというのはヨーロッパの福祉哲学の中から生まれてきた考え方です、はい、最初は高齢者の問題から出発しまして、はい、で高齢になりますと家ではなかなか介護はできない、うん、そういうことで専門の人たちがいる病院だとかそういう施設に預けられるって形になっていったわけですけれども、はいはい、果たしてそれが本当に本人にとっても家族にとってもいいことなのかというところから出発しました、うん、はい、で結果としてこう分けるのではなくて、うん、家族や地域から引き離さないで一緒にやっていくことができないか、うん、はい、まあ、それがインクルージョンという考え方です、はい、でこれは高齢者の問題から出発しましたけれど、それがやがて障害者であったり、はい、民族や言語であるとか、はい、そうい う, こう人と人とを 分け隔てをするそういうものをなるべく取り除いて、はい、一緒に生きる共生の哲学の考え方になったということです、はい、で今日ではこういう考え方がユネスコだとか国連だとか、うん、そういったところに支持されておりまして、はい、教育もなるべくその障害のある方たちを別々にするんではなくて一緒にやっていくというインクルーシブ教育というのが、うんうん、これは神奈川県だけではなくって国の文部科学省の方針としてももうすでにそういう形のものが、うん、規定されるようになっております、はい、まあ、そういう角度から見た時に、うん、聖書だとか教会の在り方ってどうなんだろうか、はい、まあ、それでこのインクルーシブ神学への道というものを書いたということです、うん、なるほど。じゃあ先生、共生というのは共に生きるというふうに書いて共生、はい、なるほど。割と普通の今一般の小学校なんかでも昔は障害を持ったお子さんと、まあ、健常のお子さんとは、分けられていたりとかクラスが違ったり校舎が違ったりなんていうことがあったと思うんですけど、今は割と一緒に、絵を描いたり運動をしたり共に学ぶということが学校なんかでも確かに取り組まれているということですけど、もうそれは、インクルーシブ神学という、神学の世界でもう確立されていたものであったということなんですね。インクルーシブ神学という言葉はまだまだ定着しているわけではありません。ですからこの本を書いた時もですね、はい、インクルーシブ神学ではちょっと分かりにくいんじゃないかということは言われました。あ、なるほど。だけどこれからはインクルーシブ教育と同じように、うん、インクルーシブ神学って一般的な言葉としてなっていくんではないか、はい、そういう思いを込めてこのタイトルをつけさせていただいたということです。じゃあちょっと本の旅を、ね、今一緒にご覧になっている方は一番新しい世界のことを、ね、こう知るきっかけになっているという、ね、ことですよね。ありがとうございます。鈴木先生がこのインクルージョンというのを意識される中でさまざまなきっかけがあったかと思うんですけども、特にその今も出ましたけど障害児、まあ、障害を持ったお子様たちへの教育に携わるようになったそのいきさつというかきっかけというのはどういうものだったんでしょうか。はい、私が小学校1年生に入った時にクラスに知的障害の男の子がおりました、はい、今から思えばこの知的障害の男の子は結構重い障害だったんですけども、はい、当時は特殊学級とか4学校ありませんでしたのでクラスの中でみんなで一緒にやっていったということですけれど、はい、
特に担任が私はとても素晴らしかったというふうに思うのは、はい、この方、この男の子をですね、言ってみればクラスの中心のような形にして、はい、みんながそれがこう自然に助け合うような形のものを作っていった、はい、私はある意味ではそれがインクルーシブな教育の姿ではないか、うん、でその後私は中学校の特殊学級や盲学校だとか4学校の校長を経験してきましたけれども、はい、基本にはやはりそういう障害のある人たちだけを集めるんではなくって、うん、障害のない人がある人と一緒にこう支え合って生きる、うんということがとても大事なことではないかというふうに思うようになったということです。はい、じゃあ先生が小学校1年生の時のその担任の先生というのはものすごくユニークで、はい、素晴らしい素敵な発想をされていらっしゃった先生だ、はい、ということですね。私が一番尊敬する、私はずっと教職の世界で生きてきましたけども、はい、最初に出会った先生、この方が一番やっぱり尊敬できる、うん、こういう人になりたいという、うん、そういう思いを持っている先生です、はい、もう特に亡くなってしまいましたけど、ね、はい、じゃあもうやっぱ素晴らしい、教師の方に出会われたってすごく鈴木先生にとっても素晴らしい素敵な出会い、神様プレゼントしてくださってたっていうことですよ ね、はい、すね。なるほど、まあ、インクルージョン神学というのはその聖書に示されているその事柄を、まあ、インクルージョン の、 その、まあ、共に生きるという視点で、読み取っていくものだというように書かれてあったんだと思うんですけども、確かに聖書の中には病を負っている人とか、まあ、いわゆる障害を持っておられる方々が、はい、結構多く登場すると思うんですけれども、そのインクルージョンの視点から、まあ、私たちはどのようにそういう方々の記述を読んで、また普段の生活の中でキリスト者として適用していったらいいんでしょうか。聖書を読んでみますと、はい、今おっしゃられたようにそのイエス様の周りには障害者や病人や、はい、あるいは本当に貧しい人たち、異邦人、言ってみればこの社会の中で排除されやすい、うん、差別されやすい人たちが大勢おりました、はい、むしろイエス様はそういう方たちの中に入っていった、うん、そういうこう聖書のメッセージというのが伺うことができると思うんです、はい、でそこに登場してくる障害のある人たちがイエス様に出会ってどうなっていったのか、はい、それはこう障害が癒されてイエス様を称える側になったり、それからイエス様についていかなくてもですね、自分のこう出てきたところに戻っていって、うん、はい、イエス様のことを明かし始めていた、うん、はい、そういうふうに障害っていうのはその当時もそうですけれども、うん、社会の片隅で何の役にも立たないっていう人たちが、うん、実はとんでもない多くの役割を果たしている、はい、そういうことをこう聖書は私たちに伝えているんではないか、うん、そうだとするならば、はい、今の教会がそういう人たちをぬくめのにして入れないということではなくって、うん、はい、そういう人たちを積極的に受け入れて一緒に生きる、うん、そういうことこそが望まれていることではないか、うん、まあ、そんなふうな形で聖書をもう一回読むことが大切ではないかというふうに思っているということです。はい、そのインクルージョン神学の具体的な、まあ、その行動というのが、桜本教会が取り組んでおられるいろいろな事柄に表れているように思うんですけども、まあ、実際にどのような取り組みをされているのか、その具体的に教えていただいてもいいでしょうか。はい、はい、桜本教会ではホームレスの支援に関わって25年になります。はい、で最初はですね、横浜の寿でやっている方たちが川崎でもホームレスの方たちが多い、しかも冬になるとですね凍死する人たちが多い、はい、こういう人たちを支えてほしいということで、はい、桜本教会のようなこんな小さな教会ですけれども、うん、手を挙げてそういう人たちを受け入れるようになっていきました。はい、で最初は食事が欲しいだとか衣類が欲しい、いろんなことが欠けているものをですね、うん、私たちが与えるってことでやってきましたけれども、はい、もう20年もやってきますとですね、はい、この人たち一体何を求めてきているんだろうかということが、うん、だんだんいろんなことで分かるようになりました。はい、それは物や食べ物が欲しいということはありますけれども、うん、結局は人の仲間が欲しい、うん、人の温かさ、自分が人間であるということを認めてくれるようなそういうことが欲しい、うん、はい、そういうことがよく分かってきてですね、はい、ですから桜本教会で礼拝終わった後みんなで食事をします。はい、神様の前で
あのホームレスの人だけが食べるんじゃなくて私たちも一緒に食べる、はい、で準備も後片付けもみんな一緒にやります、はい、でそれ終わった後ですねみんななかなか帰らない、はい、でコーヒーを飲んだりお話をしたりしながらその自分たちのこう居場所になっている、うん、で居場所になっている中で自分がどんな生き方をしてきたかどんな辛い思いをしてきたかということをいろんなところでしゃべる、はい、そのしゃべることを私たちがしっかり受け止める、うん、あの人として認められるということは何かこう伝えたいことがある、うん、それをいかに引き出して、はい、みんなと共有していくか、うん、ということだというふうに思うんですけども、はい、そういう、こう仲間関係が出来上がってきている、うん、まあ、そういう中でホームレスの人たちの中から洗礼を受ける人たちが次々現れて、はい、25年間で35人の方が洗礼を受けています、はい、ですから桜本教会のやってることは本当にあのキリストに出会うという宣教の技として取り組んでいるということです。で実際にそうやって洗礼を受けた人たちが、はい、あのまあ、もちろん教会員よりもそういう方たちが多いものですから、うん、はい、食事の準備だとか、はい、後片付けとか、はい、そういうことをこう積極的に追ってくれるようになっておりますし、はい、特にあの最初はですねホームレスの人たちを受け入れた時には、うん、地域の反対運動がかなりきつくありました、はい、でもそういうことに対して我々もそれからホームレスの人たちも敏感に感じるようになりまして、はい、というか教会には迷惑かけないということ、はい、それから地域をできるだけ大事にしていくということで、うん、本当にあの清掃活動なんかにもしっかり取り組むようになりまして、はい、教会の前にある大きな通りは教会の前だけではなくてその通り全体が本当に塵一つ落ちていない、うん、そういう清掃活動に取り組んでいる、はい、それを地域の人たちが見てあのホームレスの人たちを自分たちも支えなきゃいけないではないか、うん、ということで衣類や食べ物を届けてくれるようになってきた、うん、ということです。はい、あのご近所の方々が、はい、やはりそれはその20年間の桜本教会の、まあ、活動というかその取り組みをずっと見ていらっしゃった方々が、まあ、よく分かってくださって、そうですね、あ、それで届けてくださるんですね、はい、中には仕事を出してくれる方もおりますし、うん、あの本当にあの宗教を超えてですね、うん、はい、神社の神主さんが毎週、うんうん、あの食事を届けてくれる、うん、こういう方もおります。なるほど、あの本当になんかイエス様がすごく喜んでおられるのがあの手に取るようにあの分かるんですけども、最初あのご近所の方だけじゃなくて、まあ、クリスチャンといってもやはり人間ですのでいろいろなお考えの方があの信徒の方でもいらっしゃったと思うんですけども、あの全員が、教会員の方が万丈一致でどうぞどうぞホームレスの方いらしてくださいということであったのか、いろいろなお考え、はい、ちょっと待ってくださいとか、じゃあホームレスの方とは別の時間帯で礼拝させてくださいとかっていう、そういうこうあの取り組んでこられる中でのあの課題とかあの、まあ、悩みとか葛藤とかは あったんでしょうか。あの桜本教会はですね、はい、ホームレスの人たちが来る前、障害のある人たちがかなり大勢入っていました、はい、それから外国人の方だとか、うん、本当に貧しい方たちですよね、はい、こういった人たちが教会の中に大勢入ってみんなで一緒にやっていくという中にホームレスの人たちが入ってきた、はいはい、ですからそういう意味では、うん、支え合うということはある意味では自然にできていたことではないか、うん、ただしですね、はい、あの今は人数少なくなりましたけども、はい、当時はホームレスは130とか150人くらい来る時代で、はい、桜本教会は小さい教会で100人入れば一般なんですね、はいはい、だから食事なんかも2回あの分けて、入れ替えでやるということがありましたけれども、はい、でもそういう中で、うん、やはりあの教会を頼りにして生きている人たちがいる、うん、この人たちと我々は一緒に生きるんだということで、はい、そういう意味では最初からそういう意味での抵抗感はあまりなかったというふうに思います、うん、それはもともとそういう教会で苦しむ人たちのために作るという、うん、そういうこうもともとは母教会は東京にあった教会ですけども、はいはい、苦しむ人たちのための教会を作るっていう、うん、そういうことであの始めた教会でしたので、はい、そういう人たちがもうすでに入っていたということなんですね。あ、じゃあもともと桜本教会は、はい、まあ、いわゆるエクレシアなると共に生きる方たちの、
集まり、もともとそういう方たちの集まりだったということも、ね、すごく私たち勉強になるし、やっぱり一つの光だなって本当に思いました。まあ、日本の教会が、いくつかの教会がホームレスの方々を支援されている、そういう支援活動が あると思うんですけども、まあ、例えば炊き出しなんていうのは、社会活動ではあるけれども、まあ、宣教ではないというふうにあるんですけども、はい、まあ、これについて日本の教会が、まあ、どのようにこう変わっていったらいいのか、先生はどのように思われているでしょうか。横浜に寿というのがありますけれども、はい、ここに神奈川教区は、まあ、かなりお金を入れてそういう人たちを支えるという仕組みをやっています。はい、ただ私がやはりどうしても引っかかるのはですね、うん、炊き出しをやってその場にボランティアで行き、そこの場の交流はあるかもしれませんけど、はい、教会に導き入れるということは一切しない、はい、ここはもう徹底的に桜本とは違うなという感じがします。はい、で逆に言えばですね、その教会がそういう方たちを受け入れるっていうことについて、やはりなかなか皆さん納得していかないっていうことがあるんだろうと、うん、はい、それから障害のある方たち、特に知的な障害のある人たちを受け入れない教会が非常に多いんですけれども、うん、それもやはり同じような考え方だろうというふうに思うんです。うん、はい、ただやはり日本の教会の中でこれからしっかり考えていかなければならないことは、はい、聖書に出てくるイエス・キリストがどういう人たちの間に入っていったのか、うんうんうん、文字通り障害や病気や貧困や、うん、異邦人やいろんな意味で差別を受けている人たちの中に入っていった、はい、ことを私たちはどう考えるのかということです。うん、はい、で彼らにこそまさに福音の光を当てていく、うん、そうだとするならば、うん、障害者やホームレスや外国人、こういった方たちこそ最初に救われるべき存在ではないか、はい、その点を考えないと、うん、やることがすべて社会活動であって、はい、寄り添うことがなんかキリスト教的だというふうに言われますけど、うん、これはキリスト教とはおそらく関係ないことではないか、うん、やってることはいいことですけれども、うん、はい、本当にそれが教会にやることなんだろうか、うん、このことには私は率直に疑問を感じております。はい、もっとそれぞれの教会が受け入れるべきではないか、はい、うん、受け入れてそういう人たちと一緒の教会生活をする、はい、そういうことの中で、うん、本当にこう聖書の中の教会像に近いものが出てくるんではないか、うん、というふうに考えているということです。はい、いやでもすごくおっしゃってることがすごくよくわかり、また私たちもちょっとお耳が痛いというか、なるほどと思います。やはりまあ、ご支援の活動させていただくと、やった人間もやった感というか、ご支援させていただいた感というのがすごくあって、変な風にもこう満足しているということがなきにしもあらずだと思うんですけども、うん、まあ、先生がおっしゃる通り、まあ、ご支援の活動とか炊き出しというのは いろいろな方々が、まあ、お時間を割けばできることですけども、確かに宣教、福音を届けるというのは教会でしかできないことだと本当に、ね、つくづく教えられ、ます。はい、で皆さんもちょっとこう、ね、胸にこうとどまるお言葉ではなかったかなと思います。また今はですね、ご本の中でも東日本大震災のことが取り上げられていますけれども、今年は4月に入ってから熊本や大分でも大きな地震が続いていまして、余震もすごく長くてですね、避難所に長く暮らされている方もたくさんいらっしゃるんですけども、まあ、そういう、辛い苦しいところを通っておられる方々に、私たち、まあ、クリスチャンがなすべきことというのはどういうことがあるんでしょうか。そのインクルーシブ神学の中から教えていただければと思います。はい、通常ですね、こういう、こう自然災害の時には教会を挙げて支援するということはどこの教会でもやれる、はい、やってることだというふうに思うんです。うん、はい、ただ私は最終的にですね、はい、教会が避難場所になっているかどうか問われるのがこういうことだというふうに思うんです。はい、で例えば北九州だとか山谷だとか鎌崎とかそういったところでもホームレスの支援やってますけど、はい、人たちが教会行ってそこで安らうっていうことができているかどうか問われるのはそこだと思うんです。はいはい、横浜の寿についても同様ですけれども、はい、例えば桜本であれば災害があって台風でホームレスの家が流されてしまった、うん、こういう時は教会に来て泊まっていただく、はい、やっぱりそういうことで初めて、うん、
共生ということが言えるんであって、はい、あの分かち合うっていうことは何かこう気持ちを分かち合うとか持ってるお金の一部をあげるということじゃなくて、うん、できるだけ生活を同じレベルでしていく、うん、その部分がないとやはり共生にはならないという感じがするんです、はい、うん、あの私たちはあの、まあ、そういうあの聖書の言葉にもありますけれども、はい、あの 初代の教会でですね、うん、物を分かち合うということで、はい、あの一つになっていったということですけれども、うん、コイノニアという言葉があります、はい、これはあの今日ではなんか交わりとかそんなふうに言われますけど、もともとの意味は一つのものを分かち合って生きるということです、はい、それがなんとなく今のキリスト教ではなんとなくこう交わりだとか交流とか、うん、気持ちの上でこう一致すればそれでいいのかということになっているんではないか、もともとは一つのものを分かち合ってそれを食べながら一緒に生きる、うん、そういうことを我々もっと目指すべきではないか、うん、ですから私はああいう災害の時に教会がじゃあその地域の拠点として受け入れているかどうか問われるのはこのこと、うん、なるほどというふうに思います、はい、一つのものをやっぱり分かち合うというのは同じ屋根の下じゃないとできないことってたくさんありますよね。確かに、あ、そうするとご支援先まで行って何か届けたり、まあ、何かお手伝いをしたりして、でもまた温かい居心地のいい自分の家に帰ってくる、また居心地のいい教会に帰ってきて、あのちょっと皆さんのお席はありませんというのは、まあ、インクルーシブな、まあ、神学から考えると、やっぱそれは宣教とか福音活動ではなくて、やっぱりただの、ただのという言葉いいかどうかは、ね、まあ、支援活動、社会活動のところで止まってしまう、はい、ということですね、はい、ということだと思います、はい、いや、あの本当に私たちの教会が、避難所になることができて、被災されている方を教会に迎え入れるということが、まあ、本当にもしかしたら日本中の教会の、課題というか、あのビジョンとして握っていかなきゃいけないあのことなのかもしれないな、なんて、はい、教えられました。ありがとうございます。たくさん伺いたいことがあるんですけども、それでは最後のご質問なんですが、あのこれからの鈴木先生のビジョンを教えてください、はいはい、インクルージョンというものがですね、はい、今先ほど申し上げましたように国連やユネスコや世界中で共生の理念として進められているものです、はい、日本もようやくそれを受け入れてインクルーシブ教育っていうのが今から3年前に文部科学省の方からも出されました、はい、ところがこのインクルージョンっていうのは最後やっぱり共生社会を目指すということになりますけれども、うん、やはり抵抗する人たちは結構いるだろう、はい、うん、私は一番恐れるのは、うん、教会が最後の抵抗勢力になるのではないか、うん、社会全体が障害やホームレスや高齢者、外国人、本当に苦しんでいる人たちをいろんなところで受け入れようとしている、うん、しかし教会が最後の最後までそれに抵抗していくということはありはしないだろうか、はい、私はそれを一番恐れます、はい、本来聖書の中に出てくるインクルージョンというのは、うん、あのイエス様が生きたあれを見れば、はい、これは聖書から始まっている、うん、キリスト教がインクルージョンを押し出している、このことをもう一回私たちはしっかり受け止めるべきだし、うん、はい、そのことについて私は語り続けていきたいというふうに思っております、はいはい、今日本当に貴重なお話をたくさんありがとうございました。出します、ありがとうございます、はい、それでは私たちは、これから鈴木先生の生の声で朗読をしていただきまして、本の旅を楽しみたいと思います。教会では誰もが主役である。一人一人に役割があり、それをお互いが認め合う社会となっている。多くの障害者がいるが、彼らは支援を受ける人たちではない。支援をする側にもなる。礼拝では当日の当番となって献金箱を持って会衆を回り、短く祈る。できないものとして役割から外すことはしない。何年にもわたるその行動は落ち着いて堂々としたものになっていく。祈りは時には支援を必要とするが、立派にその役割を果たしている。障害のゆえに参加させないことは何もない。また惣菜を配る係、お菓子を箱から出してテーブルに置く係など、障害があってもできる役割はある。大切にされるとは人にやってもらうことではない。一緒に活動すること、みんなの仲間として
活動することなどだ。今週のブックスケッチです。あっという間の30分でもっともっと教えていただきたいこと、学びたいことが私もたくさんありました。実はインクルージョンという言葉もインクルーシブ進学という言葉も全く知らなかったので、今回いろいろ教えていただいてもっともっと学ばなきゃいけないなと思っています。特に共生という言葉はもう、教会の中でもまた、いろんな地域の活動でも息子が学校に行ってた時 PTA の会合なんかでもいろんなところで聞いてきた言葉なんですけども、でも聞いているだけで本当に共に生きてきたかなと思うと、そこはすごく私も反省すべきところがたくさんあります。特に先生から伺った、ホームレスの方々への支援活動、それは、炊き出しだったり、いろいろ物を届けたりすることが、私自身もあったんですけども、でもそれはやっぱり社会貢献、社会活動であって福音選挙ではないというのは本当に心にしみる、また残る大きな一言でした。これから世界中が共生というところで、頑張ってその道に取り組み始めても、最後の最後まで抵抗するのが本当に教会であってはいけないなと思っています。私たちの教会、そして、地域の教会が本当に共に生きることに、勇気を持って取り組んでいかなきゃいけないなということを本当に教えられました。ぜひ皆さんも、インクルーシブ進学への道、手に取って読んでみてください。それではまた次回本の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。